勝ち馬は関西馬が発症して2着10回。東京開催のはずが関西馬が暴れ回っています。また、前走、地方の重賞を走ってきた組が3勝して2着4回と、わずかに副賞率は高いですが、オープン特別組も3勝して2着5回と譲らず、準オープン組も2勝していて、そこまで悪い数字ではありません。前走条件戦だからといって、あまり甘く見てはいけないということがデータから読み取れます。そして、前走1着馬は7勝して2着3回。前走で掲示板を確保していないと苦しいデータが出ていますし、前走で5番人気よりも人気がなかった場合がかなり悲惨な数字で連帯がゼロ。ある程度人気があって、前走6番人気以下でここで馬券に絡んだのはわずかに4頭と、下のクラスの上位人気で勝ち上がってきたり、人気を背負って前走不発だった馬が巻き返してくることが結構あるようです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着2回。副賞率ではリードしていますが、現在4連敗中。それに対して5番人気以下でなんと6勝もしています。人気馬ばかりで決着しないとファンも分かっているのか、オッズも割れることが多いようで、3連複の万馬券は5回。3連単の10万馬券オーバーも5回と、アナトーが期待を持てるようなレースなんですけれども、単勝が50倍を超えるような大穴馬の登場は、昨年のアチトクレッセントはすごかったですけれども、わずかに2回しかありません。5番人気から9番人気の中穴の馬の活躍が光るレースとなっています。本命はナムラクミラクルにしました。東京は4戦4連対。ダートのマイル戦3戦3勝と、どこぞの一番人気なのかなと言いたくなるような相性の良さがこのコースにあります。そして、この馬の最もいいところは、今年戦った6戦すべてで人気より上の着順でゴールを駆け抜けている、本当に馬主孝行なお馬さんだということです。ルメール騎手と杉山厩舎の相性がそこまで良くありませんし、直線の長いこの東京コースで致命的に上がりタイムが良くないのは難点ですけれども、うまく先行有利のペースに持ち込んで粘り込むことに期待したいと思います。対抗はちょっと穴っぽいところから名勝宴。前走はゴールドドリームとルヴァンスレイブからはやや離されたものの、のんこの夢には先着しています。ダートの中ではやや時計が早めになる盛岡でいい時計を出せてゴールしたのは、ここでも通用しそうな雰囲気を持っていそうです。型にはまると結構強い競馬も見せてくれそうですので、期待してはいたのですが、残念ながら今回はやや外枠。それでも東海ステークス以来の7枠での入着を期待したいと思います。以下、怪我の治療と去勢でかなりブランクがありましたけれど、それ以降、ダート馬としてすっかり覚醒したウェスタールンド。ブロードアピールの再来のような気持ちのいい切れ味を持つサンライズノバも忘れてはいけません。大外ですが、実績断然のインカンテーションも気になるところです。一方で、ユラノトは前走の美術欠からの復帰初戦。美術欠だけにリフレッシュを中心にここまで調整されてきましたので、もともとは来週の福島テレビオープンで走ることを考えていただけに、急遽ここに持ってきたのは少しばかり疑問を感じましたので、ここは見送ろうと思います。それでは開演です。ナムラミラクルから人気馬には馬連の長芝券、穴馬にはワイドの長芝券、それぞれを買ってみようと思います。3連複にしようと思いましたけれども、調べれば調べるほどサンライズノバが絡んで取り紙になりそうです。ですので、硬い決着になってもプラスになり得るこの買い方なら面白いはず。相手の自信の有無に応じて段差もつけてみようかなと思います。さて、
続いては知ってる人は少ないかもしれませんが、今年の福島開催最後の重賞、福島記念の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探してみましょう。勝ち馬は先行馬が7勝して2着4回と圧倒的に先行馬が有利です。しかも震災の影響で新潟開催となった2011年は差し馬追い込み馬が 1,2,3 の決着ということで、これを除外するともっともっと先行馬が有利となってしまいます。さらに新潟開催を除いた福島での開催における9年中の8年は4コーナーで2番手以内にいる馬が1着に入っていて、ここ6年連続勝ち馬は4コーナーで先頭もしくは2番手に位置しているという、とてつもなく前々の先行馬に活躍馬が偏っているレースとなっています。そして1枠から3枠でなんと8勝、2着は少ないものの3着も5回と内枠がめっぽう強くなっていて、反対に8枠に連帯馬がなし、久々にここまではっきりと枠で成績の差がつく重賞を見た感じがします。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着3回現在5連敗中です。3番人気までが同じような副勝率なんですが、驚くべきは下位人気です。7番人気から9番人気で延べ6頭、2桁人気に至っては延べ5頭馬券に絡んでいます。これはつまり2年に1度以上7番人気以下が馬券に絡むという計算で、現に1番人気から5番人気までで 1,2,3 で決着したのはたったの1回だけでした。それでも3連複 27.9 倍もつきましたので、相当オッズは割れていますし、どこからでも狙えてしまう年間を通しても非常に難解な重賞レースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はレトロロックにしました。リープサンクは今年の福島 2000m で4勝と非常に好調をキープしています。枠もいいところを手に入れましたので、その利点を生かしてほしいところです。ただオープン入りしてから続けて構想することがこの馬はありませんでしたので、安定感という点は不安ですけれども、同じ小回りの小倉コースを得意としておりますので、小回りの福島でも頑張ってほしいところです。対抗はお隣のマイスタイル、どちらかというとこっちをプッシュしたいような気持ちもあるんですけれども、なんといってもその理由は小回りの4回曲がる1周コースに強いことです。構想した時のパターンとしては中山、福島、函館と小回りコースを上手に立ち回って上位に食い込んでいます。さすがに札幌記念は G1 級のメンバーが揃いましたので太刀打ちはできなかったんですが、こちらも高枠を生かしてレトロロック同様に前々を上手に回っていけば勝ちパターンに収まるのではないかと思っています。以下1枠の2頭は福島初参戦ということで未知数なところで割引、その一方で枠は外目に行っちゃいますけれども福島で3勝判定頭のマルターザポジも忘れちゃいけません。前で進める先輩特許といえばこの馬ですから、なるべく他の馬と喧嘩せずに期待通りに運んでくれれば直線ではかなりの見せ場が期待できそうです。前々走でオープン特別を勝った大外のマサハヤドリームも気になるのですが、枠のデータがここはかなり響いてくるかと思いますので、ここは嫌って見送りたいと思います。それでは最後です、レトロロック、そしてマイスタイルから生まれで流します。人気の組み合わせもありますけれども、きっとオッズが割れるに違いありませんので、後輩等にも期待したいと思います。ルミナスウォリアーやナイトオブナイツあたりでも普通に着を取れそうなレースですので、最後までどうなるか分かりませんけれども集中して応援したいと思います。さて今週はエリザベス女王杯とデイリー杯2歳ステークスの予想動画もアップしております。週始めの展望動画もご覧になると、エリザベス女王杯のデータと
気になる馬を深掘りしてお伝えしておりますので、合わせてご覧ください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。